我是道喜哥，我记得电话还打的呢。よし、OK。猫行ってこっちか？どっちでもいいんじゃね？で、どこ登って。よし、タイムスタイムス。よし、面白い美しい物語を照らす。よし、行くぞ。倒すぞ。うん。で、こいつ？ほほ、ここまで来ると大使がガキどもだ。褒美に美味しい料理を作ってやろうじゃないか。さあ、こっちに来なさい。いいえ。いいえ。もしや俺様が怖いのかな？ここまで来たんだからそんなことはないだろうが。褒美に美味しい料理を作ってやろうじゃないか。さあ、こっちに来なさい。うん。しょうがない。はいしかねえんだな。ただし、お前らがその料理の材料だからな。あ、なに、まだ戦わないの？ヒット、どこ行くのこれ。逃げて。わ、なんていうことだ、まさか子供を料理にするなんて。わ、私にはできない。あ、かわいそうに。お前、地獄の釜で首跳ねられてんのか。さらキリキリ味付けするんだよ。ひー、あ、なんか振られてる。塩だで、どっかで逃げろ早く。おー、いい匂いがしてきたな。こんなもんでいいだろう。よし、あげろ。買ってんだ。何あげんの。あ、さっきレバーだったんだ。早く逃げろよ。ね、止まってんだあいつら。早く動け。あの骸骨の中にいるな。うん、めんどくさいね。うん、おーおーおーおお。じゃあそれ幽霊たちすればいい。あ、ここで戦うんじゃない、もしかして。めんどくさいね。おお、これはうまそうだ。やっとごちそうが出たぞ。ああ、戦うんだやっぱり。で、8匹もいんの。3匹しかいねえじゃん。しかもお化けキャンドルじゃねえか。ワイコンじゃねえし。楽勝だ。楽勝だ。ブーミラン持ってし。いけ。ああ余裕だ。ああ余裕だ。ああ余裕だ。簡単だね。やっぱいい武器持ってるの違うね。3匹しかいない。3匹。どうなってまたあいつのところに行けばいい。なんとかやっつけたけど、私たちの体は味付けのソースのせいですごい匂い。それにしてもまさかあそこで落とし穴なんてびっくりしちゃったよ。ってことは、じゃあ落とし穴じゃないところに行く。そうだね。なんでそっち。で、こっちの近道じゃない。てかね、敵が出ないよこっちの方。なんでかわかんないけどさ、うん、あそこに行くとさ、上になるよね。見えないところに回ってる。よし、あ、じゃあここ行き過ぎ。何やってんの。すごいね、これ。ぐるぐる回ってる。はめられたね。うん。で、ここ登って。てかさ、はいしかできないのにさ。ね、はめられるってひどいじゃん。また暗いじゃないか。よし、もう一回行きます。よし、やろう。落とし穴か。あ、で、なんだあいつ、動き出してた。逃げた。よし、ついてけ。さあ、あいつをやっつけましょう。もう許さないんだから。もう許すまじ。これ倒せばいいの。なんと骸骨様、お前たちを食べ損ねたようだな。ではこの俺様を食ってやろう。俺様って。音楽が違うぞ。でけえな、こいつ。あ、そうだ、ルカナ使ってみようか。あ、こいつじゃねえや。いけ。多分効かないよ。お、待って、12も食らった。あ、下げた。よし、じゃあ、よし、どんどん下げよう。17も当たってる。やべ、ギラ使ってるこいつ。もう一回いけるか。やべー、ちょっとやばいな。道具だな。ホイミだ、ホイミ。あ、待って、道具あるっけ。薬草があるのか。アジキだ。やべ、ルカになって。じゃあ逆にこっちもルカに使った。そうだね、こっちもルカに使ってやる。よし、下げた。よし、攻撃しろ。ビアンカさえね、あんまりね、できなければいいんだよ。やべー、またルカに使ってきた。25本当てるようになったよ。
下もどうしよう。もう下もさえ、このままさえ。いつになったら倒れんだよ。やべえ、危ない。どうしよう。ほいみほいみ。待って、その前に持つか。やべえ。あ、危ねえ。あとさ、ギリギリ。あずき1しかない。ギリギリ。何やってんの、あなた。生き残った。お、300。何やってんの、あなた。いいじゃん、結果的に勝ったんだから。危なかった。何やってんの、あなた。うるさいっつうの。いやー。アキラ覚えた。誰が。ビアンカ。あの魔女が。助けてくれ。この城から出ていくから。俺たちが出ていけば、こんな何もない城にはもう魔物もやってこないはず。俺たちは魔界のはみ出し者で、ただ楽しく暮らせるところが欲しかっただけなんだよ。許してくれるだろうな。な、許さねえよね。はい。そんなこと言わずに頼むよ、坊ちゃん。そんなこと言わずに頼むよ、坊ちゃん。はい。100。はい、いいかも。へっへっへ、ありがたい。あんた立派な大人になるぜ。偉そうに。お、来た来た来た。生き返るんだよ。おー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 おい、連れてくだよ、勝手に。おー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 、まさかお前らがよくぞやってくれた。心から礼を言うぞ。本当にありがとう。あなたたちのおかげでゆっくり眠れそうです。お城の者たちも安らかな眠りについたようです。さあ行こうか、お前。はい、あなた。さよなら。あなたたちのことは忘れません。うちらを閉じ込める気か。なんかお礼ないの。よかったわね。これから二人幸せに眠り続けるはずよ、ビアンカ。でもこのお城に住み着いたゴーストたちも許せないけど、罪のないお城の人たちを襲った魔物はもっと許せないわね。あら、何かしたら綺麗な宝石、宝玉ね。きっとお礼よ。ね、持っていきましょう。ビアンカは金色に光るオーブを拾ってアジュキに手渡した。アジュキはゴールドオーブを手に入れた。ねえ、ベビーパンサーどこ行ったの。あ、エリック王ここに眠る。ソフィア王妃永遠の愛をと書いてある。割とロマンティックな王様だったので、さあ行きましょうか。ゴールドオーブを手に入れた。あ、これでベビーパンサーの仲間なんじゃない。あ、そっか、ね、ゴールドオーブ助けたもんね。うん、ベビーパンサーどこ。あのほら、村でほら子供たちにいじめられてたじゃん、うん、だからそれはどこ。そいつらだからサンタ、あのアルパカ戻らなきゃ。アルパカ、アルカパアルパカなんでアルパカなの。アルパカじゃん。え、アルパカっていう馬だよ。え、じゃあそれ、あ、そっか。え、村の名前そんな名前じゃなかったっけ。キメラ使う、使うか。ねえねえ、一旦さ。ねえわ、キメラの翼。くそ、キメラの翼なかった。けどさ、ブーメランがあるから楽勝。まあ戻ろう。